番組アンバサダーの市川恵比蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。 NPO 法人パラキャン事務局長、中山薫です。中山薫さん、千葉県のご出身です。1991年アメリカの大学を卒業後、ニューヨークで通訳のガイドとして活躍。96年アトランタパラリンピックを現地で観戦した際、パラスポーツに感銘を受け、パラリンピックキャラバンを設立しました。現在は NPO 法人パラキャンの事務局長として活躍。国際パラリンピック委員会の承認のもと、パラスポーツをモチーフにした教育体験プログラムを企画運営し、その活動は世界にも広がっています。通訳のガイドをしていた中山さんがパラスポーツと関わるようになったきっかけは、アトランタのオリンピックがあった時に、私はそこで、通訳ガイドの仕事をさせていただいたんですね。で、そこで初めてパラリンピックっていうのがあるよって聞いて、名前は聞いていたけれども自分で見たことがなかったので、これはちょっと見に来るしかないねっていうふうに思ったのがきっかけです。最初に見たのが車椅子バスケットボールで、なんかこう体育館をですね、流れるように選手たちが動いていて、なんかすごくそんなことができるんだっていう感じですかね。パラリンピックに出会うまでは、障害のある人っていうのは世の中にいることも知っていたし、大学にももちろんいたんですけれども、そのどちらかというとちょっとお手伝いをしてあげないといけないかなって思っていたので、逆に転んで自分で起きるんだっていうのはすごいなって思いました。陸上のあの時100メートルで宇根選手というのがいたんですけれども、これから宇根くんが走るよっていうなんかのがどこかで分かって、陸上競技場まで走っていって一等賞っていうところを見られて、でその時に観客席ガラガラなんですけれども、こう国旗掲揚塔に日本の旗が上がっていくって、そうわすごーって、何これっていうぐらいのなんか感動があって、パラアスリートたちに感銘を受けた中山さん、子どもたちにその素晴らしさを伝えようと強く思った理由は、通訳ガイドですから、私はニューヨークの方に仕事があって、でそこにお客様がいらっしゃるわけですね。でこれからどうするのって言われて、ずっとこれをやってきますってずっと答えてたんですけれども、この後はいやなんかちょっと社会を変えたいですよねとか言い出しちゃって、で、実は私パラリンピック見てきたんですけど、これこれこれですごかったんです、これはね日本の子供にも見せるようなことをするべきですね、日本の学校とかああいう人たちを連れて回りたいですって、もういきなりなんか思いつきで言っちゃったんですね。でその時に誰に話しても、あなたそれは素晴らしい、いいからやりなさい、私手伝いますって皆さんおっしゃるんですよ。でやっぱりその気になって、で時は1996年、1995年に阪神淡路大震災がありました。でなかなか復興しません。なんかこういうものを見たら子どもたち元気になるかなっていうのが一番最初に思ったことで、でそれも思いつきだったので、お客様たちに聞かれるたびに、いやあれをね神戸の子どもたちに届けるのがいいと思うのよっていうようなことを言ってたら、なんかこうご縁がご縁を生んで、97年に神戸の小学校21校を回れることになって、そこからスタートです。中山さんはいつもできないことを数えるよりできることを数えようという言葉でパラキャンの授業を締めくくっているそうです。人間ってすごいぞっていうことを一番伝えたくてやっています。
日本の教育はよく言われることですけれども、減点方式でこれもできないあれもできないって言われると、本当にこうどんどん自分のセルフイメージも小さくなってしまうし、自分の可能性も自分で見えなくなってしまうけれども、いいじゃないかいいじゃないかって、あ昨日よりもいいよねって、あこの間にももっとできるよねって言われていると、こうどんどん夢が広がる。アトランタで初めてパラリンピックを見た時、あの転んだ車椅子が立ち上がるところとか金メダルとか、ああいうのを見た時もやっぱり、わ人間ってすごいな、すごすぎるみたいな、可能性すごいみたいな感じで思って、で自分にも可能性があるっていうのがちゃんとみんな分かれば、人に意地悪しようっていう気持ちとか、つまんないことでくよくよすることとかが減るかなって思ったんです。パラキャンの教育体験プログラムは、先生たち自身が実際に競技をプレーすることが重要だと中山さんは言います。先生当然下手ですよね。だから生徒さん喜ぶわけですよ。あまた落としたけどまた拾ったとか、あ失敗してもまた打ってるとか、あ今度早くなったとか、そうやっていいとこを見てみんなで楽しめる、盛り上がれる。でそれはなんかこの授業の中で一番大事なとこの一つかなと思ってるんです。先生も失敗するし、先生もなんか夢中になっちゃうし、なんかそういう姿を、なんか人間らしい姿っていうか、そういう姿を生徒さんに見せるところはすごく私としては大事な感じがしてます。パラキャンのプログラムを体験した子の中には、その後パラアスリートになった子もいます。車椅子陸上の小畑篤郎選手は2012年ロンドンパラリンピックに出場、東京パラリンピックで2度目の出場を目指しています。彼は私たちと出会った時に小学校3年生で、もうへなちょこでへなちょこでなよなよしてて、何かあるともうお母さんっていう感じだし、何一つ自分でやろうとしてなかった感じのお子さんだったんですけれども、私たちと出会って、それから埼玉の選手と一緒に練習をするようになって、ものすごくたくましくなりましたね。今パラキャンのプログラムには、さまざまな競技のパラアスリートが参加、100人近い講師が在籍しています。パラリンピック2020年見に行きたい人って言って、授業が終わった時にはみんな見に行く、応援に行くってとわーって手が上がる。ああいうのはやっぱり嬉しいと思いますね。子どもたちとアスリートの出会いって、そのアスリートがどの程度のアスリートかよりも、その人の本物さ加減がすごく大事な感じがするんです。別にメダルなんかなくてもいいけれども、なんか真剣にこうスポーツに向き合ってる姿とか、子どもたちにとってはなんかすごく印象的なんではないかなと思います。いよいよ来年東京でパラリンピックが行われます。中山さんがもっと世間に知ってもらいたいことは、パラリンピックって、まあ、4年に1回2週間ぐらいの大会じゃないですか。そこが大事なのではなくって、それをきっかけにやっぱり世の中を変えていくっていうことが一番大事なんじゃないかなと私は思っていて、で障害のある人がこの国にもたくさんいますよっていうのはみんな分かってるけれども、分かったように行動ができてない。例えば、障害者用のトイレにみんなで入っておしゃべりしてるとか、お着替えしてるとか、サラリーマンはそこで寝てるとか、なんかそういうのって本当にそこを必要としてる人がいることが分かってないからだと思うんです。でもっとその障害のある人たちが住みやすい社会になることが、実は女性や高齢者にとっても住みやすい社会になっていくんじゃないかなと私は思うので、いろんな人が一緒に活動できる、電車に乗れる、街を歩ける、どこに行ってもご飯が食べられる、なんかそんな風に社会が変わっていくための動きが作れたらいいんじゃないかなと思います。中山さんは東京パラリンピックの開催が社会が変わるきっかけになってほしいと言います。今一番私が、求められているなと思うのは底辺の拡大です。
こうやって小学校に行きます、中学校に行きます、障害のある子がいます、でもその子たちが今度じゃあ私もスポーツやるって言った時に行く場所がないんです。その子たちがちゃんとどこかに週に1回でも月に1回でも行ってスポーツができるっていう場所を作るっていうのがすごく大事かなと思います。いついつどこどこに来れば一緒にスポーツできるよ、小畑敦郎なんか本当にいい例だったと思いますけれども、第2第3の小畑敦郎を作るべく、そういう次のステージに上がるようなきっかけにするためにも、やっぱり地域で障害のある子どもたちがちゃんとスポーツをする環境を整えていくっていうのがすごく大事なことなんじゃないかなと思います。それがある意味レガシーですし、本当にこうパラリンピックやった甲斐あったよねっていうことにつながるんじゃないかなと思います。誰でも参加できる、そこに行けばいろいろな競技が体験できる、そんな場を全国各地に作ることが大事だと中山さんは言います。あの障害のある子だけ集めてやるよりは、私は障害のある子もない子も一緒にスポーツしましょうっていうスタンスが好きで、何か道具がなければ一緒にはできにくいと思うんです。でも、車椅子っていう道具を使えば障害のある子もない子も一緒にスポーツができるし、今度じゃあ車椅子でみんなでドッジボールしようってなった時にどうするって子どもたちがちゃんと考えるんですね。でじゃあ車椅子は出ちゃいけないことにしようよとか、足当てちゃいけないことにしようとか、当たったら当てた人が外野ねとか、なんかいろんなルールを自分たちで考えるんですね。考えてどうやったら遊べるかっていうのをみんなで、協議する、なんかそれすごく大事なことな感じがします。今後日本のパラスポーツが発展していくために必要なことは、私の夢なんですけれども、2020が終わったら日本中の公立の体育館に一人障害者アスリートが雇用される。でそこの体育館には障害のある子が何歳になりましたっていうと、もうみんながそこにその障害者アスリート、アスリートじゃなくてもいいんですけれども、その人のところに行ってどんなスポーツさせようかとか、何かあった時にとにかくその人に行ったら助けてもらえるっていうか、相談窓口みたいな人が一人各体育館にいるっていうような状況を作れたらいいなと思います。パラキャンは障害者スポーツで社会を変えることを目標に掲げ活動を続けています。パラスポーツが社会に及ぼす力とは、障害者っていうのはそもそもお気の毒で大変な人ですっていうイメージが一般的にあると思うんです。でもパラスポーツを見るとそのイメージが払拭される、ここが不可能が可能になる瞬間かなと思うんです。で例えば私なんかも、子供の時にこうすごい人のお話を聞いた時に、あの人は特別だよねっていう気持ちが私はどっかにあったんです。だけどパラスポーツに関してはもともとどうであったかは関係なく、ゼロからここまで立ち上がれるんだっていうことの証明な感じがするんです。それがパラスポーツの力じゃないかなと思います。私たちが使っている言葉にできないことを数えるよりもできることを数えようっていうのがあるんです。私たちがついついああだからできないよね、こうだからできないよね、無理だよねって、ああもうやめとくと疲れたしねとかって言い訳三昧になるじゃないですか。でもそんな時にやっぱりできてる人はここどうやったらできるかねっていうことを常に考えてる気がするんです。障害を負ってしまってベッドから起き上がることもできないっていう状態だった人たちがここまでスポーツができるようになるのはやっぱりその積み重ねだったんじゃないかなと思います。なのでパラスポーツにそういう力が無理だよねって思ってることをみんなで変えていける力があると思います。最後に中山さんからメッセージをもらいました。パラキャンは私のライフワークであることは間違いないんですけれども、私がずっとやっていくことかどうかっていうのは、一つ疑問として残っています。例えば小学校3年生に対してこの授業やりますって言って、向こうはずっと9歳10歳ぐらいなのに、こっちはどん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 年を取っていけば感覚が全然違っ
うようになる、教えに来た人みたいになってしまう。でも教えに来た人っていうよりは一緒に楽しめる方がいいなと思うので、後継者を作って、後継者がちゃんと次のことをやっててくれるといいなと思います。最終的にはパラキャンなんていう事業がないぐらい、世の中がいろんな人がいて当たり前って思えてて、いつでもどこでも誰でも考えることなくレストランにも入れて、ショッピングもできて、スポーツもできて、仕事も行けるっていうような、そんな社会になるのが一番いいかなと思います。